どうも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 皆さんこんにちは、京京でございます。はい、今回はですね、私のクラメンの矢野さんという方がですね、タウンホール9なんですよ。編成見てもらえば分かる通り、呪文も4つですね。そしてアーチャークイーン13、ヒーロー13、そして、バルガ5という形でですね、削りというものを今回解説していきたいと思います。今回の矢野さんはタウンホール9なので、ぜひともですね、注目していただきたいと思います。まず見ていきましょう。まず削りというのはですね、しっかりとここで援軍を確認しております。援軍をしっかりと処理しないと、やはりきつい面がやっぱりあるので、しっかりと処理して釣り出して、今回いなかったということで、今回削りということでですね、タウンホール9がタウンホール10に向けて星1を確実に取って、トロフィーを上げていくという削りというやり方なんですけれども、このようにちまちま削っていくんですよ。で、このように邪魔者はですね、排除する。それが削りでございます。このようにアーチャータワーとかですね、ウィザードの塔、ここでちょっと、失敗してますけれども、しっかりと。さあ、これ厳しいですかね。これ落下ダメージでいくんじゃないですかね。ここで、空軍などでね、基本的にこのように、バシバシね、削っていくんですよ。本当に。まあ、削りの概念としては、邪魔なものをですね、邪魔なアーチャータワー、ウィザードの塔を、削ってですね、壊してからガーゴイルとかアーチャーで削るというのが削りでございます。まあ、今回この時点で 16% 稼げていますけれどもさ、どうでしょうか。あと38秒。あと30秒、これ0時先打ちですね。ここでラバハウンド1体、そしてバルーン、ぐわーっと出すと。もうこの時点で、もう特にインフェルノタワーとか別に気にしなくていいんですよ。要するに 50% だけ取れてればいいので、ここでもうバルガゴでドワーッとやっていきます。この時点で 40%。これね、やっぱり削りは、このようにちょっとね、最初の、はい、この時点で 50% リプレイ終了ということで、最初に注目していただきたいのが、やはり、この時点でのパーセント稼ぎ。まあ、私結構4面攻めという攻め方結構やってますけれども、まあ最初のうちにパーセント稼いじゃうんですよ。この時点でやっぱり 18% くらい取っとくのがベストなんでしょうね。最後の方になって、リプレイ最後の方終盤で、結構 50% ギリギリでしたよね、今回も。ということで、やはりね、厳しいんですよ。タウンホール8の、タウンホール9のそのユニットの数とか、あとはその呪文の編成で、やはり多くの施設を壊すというのは難しいので、削りの概念、削りをですね、習得したいという方は、もうまとめます。まとめますと、このように、最初のようにですね、防衛施設をある程度削って、ガーゴイル、アーチャーで、外周をまず掃除していきます。そこでやはり 15% 後半。10代後半は 10% 後半は取っておきたいのが本音ですということですね。やはりこの最初でどれだけ稼げるかっていうのが、やはりその安定感、安定率の向上でもあると思うので、ここでラバハンドをやっぱ1体出す理由としては、やはりその対空爆弾の回収とかですね、そうですね、基本的にはやはりここでね、赤風船とか来ちゃうと結構痛いので、いや、この時点で見てもらえば分かるんですけれども、もう結構いけますよね。結構ここら辺とかもう結構掃除できるんですよ、バルーンで。下にしてるんですけれども。はい。はい、このようにして。削りぜひともですね、やっぱり今の時代はチャンピオンリーグには行きやすくはなりましたよね。タウンホール9の方でも。ですけれども、タウンホール9から上。やっぱりタウンホール9でもうトロフィー4000とか言ってる方いらっしゃいますけれども、このようにして削りであったり、あとは外出しをしてあげているんだと思うんですね。なので、このぜひともタウンホール9で、3600とかね、結構チャンピオンリーグでも高い方、4000とか目指す人は、ぜひともこれは習得しておきたい技ですね。ということで、今回はタウンホール9の削りということで、ぜひとも皆さん真似するというか、考え方を学ぶという感じですね。ということで、ご視聴ありがとうございました。